ラグナは、ルノーが製造、販売していた自動車である。それまでのローアーミドル、ルノーの使用車種21の後継者として1993年末に登場。日本へは1994年9月から当時のインポーターであるフランスモーターズによって輸入、販売された。ヨーロッパの実用車らしく5ドアのハッチバックボディを採用。 あとにはゴンボディのネバダが追加されるが、それまでの R21、R18、R12 とは違い、最後まで4度アノッチバックは設定されなかった。1998年夏にエクステリア、エンジン、AT など数多くの改良が実施され、通称フェーズ2と呼ばれるモデルへと進化した。エクステリアはジ由ジアールを率いるイタルデザインの、 直線基調スタイルだった R21 に対し曲線、曲面を多用した有機的なシェイプに斬新でアグレッシブな衣装のフロントマスクを組み合わせたパトリックル・ケモン率いる新生ルノースタイルの第一弾となった。インテリアもそれまでの直線的で独特のひさしつきインパネが消え曲線的でモダンなものへと変更されている。ただしそれまで豊富だった物入れがほとんどなくなった。 エンジンはすべて横置きとなり、ガソリンが1.8リットル、2.0リットルの直期4、サイチェシート V63.0 リットル、ディーゼルは2.2リットル時下4が初期のラインナップであった。1995年に当時提携話のあったボルボの850用時期号をベースとした1.9リットル DOHC が登場している。LP ガスガソリン切り替え式。 バイフューエル車も用意されていた。サフランと同じくドイツの有名チューナーハルトゲーの手により、V 型6気筒の3.0リットルエンジンをツインターボ化し280馬力としたビターボーバージョンも存在した。日本仕様エピソードラグナはゴドアセダン、ワゴンとも2000年に、初代の曲線長から、一転、高質かつ優美な印象のスタイルに生まれ変わった。室内は質感を大幅に向上させ、 イグニッションキーを使わず、専用のカードでエンジンを始動させるシステムが採用された。衝突安全性能などが向上し、ユーロンキャップで史上初めて5つ星評価を獲得し、イコールノーイコール、高い安全性というイメージの牽引役となった。2005年3月マイナーチェンジ版であるフェーズ2が登場。ヘッドライト、フロントバンパー、ボンネットなどが新衣装となり、 フロントマスクの印象が大きく変わっている。ハッチバックモデルはテールランプも新衣装となった。また欧州におけるディーゼルエンジン人気の影響で1.6リットルと1.8リットルのガソリンエンジンが消滅した。日本仕様2.0リットルエンジンがワゴンのみ3.0リットルエンジンがセダンとワゴンの両方に用意されていた。 トランスミッションは2.0リットルエンジン搭載車は4段 AT、3.0リットルエンジン搭載車はアイシンオータムウィンター製の5段 AT となっている。いずれもハンドル位置は日本市場に対応した右側である。日本市場における販売不振により、後期型は導入されず、2006年に前期型在庫がすべてなくなった時点で日本における販売を終了した。 2007年5月16日に写真の一部を公開し、2006年中盤、移行急激に販売が落ち込むルノーの改革策、ルノーコミットメント2009の第1弾として注目を集めた。2007年6月5日に詳細を正式発表し、9月に開催されたフランクフルトモーターショーで一般公開され、フランスをはじめとするヨーロッパでは10月より発売を開始した。 運転する楽しさ、品質、安全性の3つを重視したエレガントなスタイルを実現。品質とサービスの両面で D セグメントでトップ3にランクされることを目指したルノーの戦略者として開発された。ボディタイプは従来型と同じく5ドアハッチバックとステーションワゴンで、プラットフォームは2代目日産。 ティアナや三代目、ルノー・サムスに SM5 と共通の D プラットフォームを採用。ただし、リアサスペンションは、マルチリンクではなく、トーションビームである。この三代目ラグナは、フランスオートノルマンディにあるオーブボイ、テクニカルセンターで、電磁波適合性測定装置を車両開発に使った、最初のモデルである。エンジンは、磁気温ガソリンとディーゼルが用意され、 トランスミッションは6速のマニュアル、またはオートマチックが組み合わせられる。2ドアクーペは2007年のフランクフルトモーターショーで公開されたコンセプトカー、フルエンスコンセプトをベースとしており、2008年のカンヌ映画サイヤ F1 モナコグランプリに登場。エンジンは 235HP を発生する新開発の V6 ターボディーゼル日産 V9X を初めて搭載するモデルとなった。 2009年12月にラグナの4度ダン版にあたるルノーサムスに s m 5が韓国で発表され、同年6月にそのルノー版であるラティテュードが登場する。2010年のパリサロンでマイナーチェンジ版であるフェーズ2が登場。ヘッドライトやフロントバンパーが新衣装となり、フロントマスクの印象が大きく変わっている。またトリムが見直されエクスプレッション、ブラックエディション。 エコビジネス、ボーズ、GT4 コントロール、E ニーズやルの6つが設定された。2015年、タリスマンを、ラティチュードとの統合後継車種に据え、廃止された。ウィルホイの96年、ラグナ。翌年ホイは移籍したが、再び99年シーズン途中からラグナを、ドライブすることになった。アランメニュの1998年、BTCC ラグナ。 前年のチャンピオンであることを示す。ゼッケン1をつけている。メニューは翌年フォードに移籍した。ありがとうございます。